こんにちは。私たちがフリーソルティーンズです。金子美優です。萌吉です。織田涼香です。イエーイ。はい、ということで今回はですね、私たちのナイトルーティンを紹介していきたいと思います。イエーイ。よいしょ。初めてかも。新しいね、初めてね、うん、なんか使ってる商品だったりとか、はい、普段何をしてるよっていうのをそれぞれ写真を持ってきたので、はい、今日それを見ながらいろいろお話ししていきたいと思います。はい、はい、それでは早速やっていきます。えい、フリソルティーンズ。はい、ということでまずスキンケア編からやっていきたいと思うんですけど、はい、私はもうスキンケアめちゃめちゃ力入れてまして、うん、使ってる商品持ってきたんですけど、まずキュレル。はい、うん、もうキュレル、顔も体もキュレル使ってるんですけど、もうこんなにいっぱいあるんですよ。もう全部ね、網羅してるよね、うん、そう、もうスキンケアは絶対キュレルでやってます。で、もう一個最近めっちゃおすすめのものがあって、はい、パックは私バイユアを使ってるんですよ、うんうんうん、バイユアのパック、これ、うん、これ1枚81円なのね。安い。そうで、毎日メイク前にも使ったらめっちゃ化粧のりいいし、そうで寝る前にもバイユアで最近パックしてます。これめっちゃいいのね。本当に肌綺麗じゃん、ね、だから真似したいって思う。ぜひ使ってほしい、これ本当に綺麗。あとお風呂上がりになんか服着るじゃないですか、うんうん、服着る時になんか服が顔に擦れないように着たり、うん、ティッシュで顔拭いたりとか、顔に布が擦れないようにとか、タオルじゃなくてティッシュで顔拭くとかをもうずっとやってます。すごい、そこまで気にかけてるの、ね、これ毎日のルーティーンです、スキンケアの。さすがです。いやいやそんなそのすごいよ。マジやってみてほしい、うんうん、ちょっと頑張ります。それでは次、萌吉のナイトルーティーン、はい、スキンケア編。はい。これはクレンジングです。ルルルンの、うん、おー、あ、バームだ。バームの、私あのもうスキンケアは本当に省きたい、うんうんうん、基本的にっていうタイプなの、うんうん、なのでダブル洗顔不要のクレンジングバームを使っております。これ朝です。あ、実は、あ、じゃあもう夜はやんないんだ。夜やんないです。あ、すごい。それぐらい肌のキープとかすごい。そう、それね、一個あるのはね、水めっちゃ飲むとかなりあの、ね、いいと思います。私、はい、おすすめです。うん、どうぞ。あ、私は、はい、まあ、スキンケアするんですけど、あとあのまずパックをするんですけど、めちゃくちゃ決めてんね。これはパックは私は別に何でもよくて、うんうん、とりあえず保湿、乾燥肌だから保湿をとりあえずやりまくろうってことで、あの化粧水した後にパックしてる間に髪乾かしてみたいな感じでやるんですけど、まあ、パックはじゃあ欠かせないかなっていうのと、あと寝る前にあのリップを塗るんですけど、うんうん、そのリップがあのこのラネージュのリップなんですけど、これもめっちゃ良くて、うん、なんかちょっと小さいのから大きいサイズまであるんですけど、ミア、うんうん、は小さいの使っとって、でも全然なくならんし、結構縦じわとかもマジでなくなるからめっちゃいいし、あのやっぱ乾燥しちゃうから寝てる時とかも、そうね、そうね、そうだから朝起きたら、うん、カピカピみたいなのがなんなくなるから、うんうんうん、これはすごいおすすめですね。あとはお風呂上がりにボディクリーム塗るとか。えらいね。フリソルティーンズ。はい、次ヘアケア犬。はい、ヘアケアの犬ね。ヘアケア犬、ヘアケア編です。はい、はい、私が使ってるのはこちらです、うん、はい、私は髪の毛も、まあ、顔の商品が好きなので、あのメルトのシャンプー使ってます。これめっちゃいいです、メルト。うん、新しく出たんですよ、顔から。え、匂いやばいし、このシャンプーはなんか粉と混ぜて炭酸泡を作ってシャンプーするの、シュワシュワみたいな、それでシャンプーする、うん、で、このオイルとヘアマスクはロレアルパリ、うん、有名だよね、めっちゃ好き、うんうん、そう、アウトバスのヘアケアはロレアルパリ好きで、上がオイルで下がヘアマスク、うんうん、なんだけど、それを混ぜんの。それでトリートメントした後に、うん、この上のオイルを次濡れた髪につけて、うん、したらなんか濡れたまま寝てもあんま良くないけどね、濡れたまま寝ても、うん、次の日アイロンしたらマジまっすぐになる、すごい。
いこと教えてくれ、朝来たらやばいじゃん。でもアイロンしたらめっちゃ強ストレートになる。すごい、すごい。ドライヤーとかいたからしてない。それもどうかと思って。忘れた日ね。忘れちゃった日ね、うんうん、そう、朝いちいち濡らしてっていう手間がいらなくて、うんうん、このセットめっちゃ最近大好きです。なるほど、おすすめです。はい、うちのヘアケアはまずドライヤーです。あ、ドライヤー、パナソニックのなんか高いやつ、うんうん、いいよねこれ。これ本当によくて、うちずっとエクステやからだわ、なかなか乾かへんし、ね、大変だよね。もうすっごい乾かないの、もうとりあえず、うん、このパナソニック使うと15分でこのエクステも乾く、し、このブラシ、ちょっとどこのか、うじ、ん、めだよね、どこのか忘れたけど、うん、めちゃくちゃサラサラになって、とてもおすすめっていうのと、このファイバープレックス04、これもボンドセラムっていうやつ、スペシャルトリートメントなんですけど、これをまあお風呂上がりに塗って夜寝ると中にラメが入っているので、ちょっとキラキラツヤツヤな、ごめんちょっとめっちゃ汚いんだけど匂い嗅いでもらっていい？めっちゃいい匂い。うわ、今の驚きでしょ、見た目の匂い良くない？めっちゃいいよ。匂いがいいの。これ汚いとか見せないけど、一旦ね、もう愛用してるんで、こちらめっちゃいい匂いです。中にラメも入って愛用してるんだな、伝わるほどの裏だった。これ本当におすすめです。めっちゃ好き。これだけ伝えたかったために持ってきました。超いい匂い。私は、うん、画像にはないんですけど、ドライヤーをヘアビューローのドライヤー使ってて、おー、いや、そう、でもそれもなんかいただいてファンの方から誕生日プレゼント、すごい、本当にありがとうございます。私もいただきました、パナソニック。ありがとうございます。すごいドライヤーすごい。そうで、それからもうずっと使ってて、でも結構何年か前にもらったのにずっといいし、で、なんか櫛もリファの櫛使ったりとか、あんまりヘアオイルもつけるけどあんまりこだわりはなくて、どっ地下鉄とも保湿力のあるものを重視って感じだから。やっぱり保湿なんだね。そう、でもそう、髪の毛も結構ブリーチしてたりするから、パサパサになりやすいから、とりあえず潤わせてって感じかな。ジョイフルエリー。はい、じゃあ今スキンケアとヘアケア紹介したと思うんですけど、はい、これ以外でもう夜絶対にこれはやらないと、欠かせないぞっていうものって何かありますか、マイキチから。私はやっぱり配信かな、うん、昨日もやったし今日もやるし、早く仕事終わった日とかは絶対にやらなきゃなんか気が済まないっていうか、いう感じはあって。だって韓国でも配信したから。韓国で配信したの？うん、ホテルで歌ってたよ。ねえ待ってってか最大12時間気づかずに配信してた。いつの間にか12時間経ってて。それはさ、ちょっとさ、なんかもう楽しいのよ。話が変わってくるよね。12時間じゃあ私みゆ、私はまつげ美容液です。私もともと逆まつげで、うんうん、逆さまつげで手術とかいろいろやって、はい、結構下まつげがないなかったんですよね、うんうん、でもこのエマーキット塗ってから結構伸びる。これめっちゃ今すごいよ。だってここから見ててもめっちゃ長い。まつげめっちゃ伸びるんですよ。伸ばしたいっていう、とりあえず伸ばしたい、長くしたいって人はこれおすすめです。はい、私はですね、うん、まずお風呂、うん、毎日絶対湯船に浸かります、ね、すっごい、絶対浸かるよ。で、また外を30分以上 歩いて有酸素運動して、そっからお風呂浸かる。なんかさ、変わったね。そうなの？待って、昔からじゃないの？いや、変わっちゃったんだ。やってます。あ、昔からやってます。やってます、実はやってます。有酸素運動30分して風呂入る。お風呂入るとめっちゃ良くて、で、入浴剤見て、いや、これめっちゃ可愛い。ダッシュ全部入れんのこれって。いや、多すぎだろそれ。わかんない、入浴剤がうち2個も一気にはやばいだろ。1個ずつです。そういうことだよね、うん、でもみんなすごい色出てるね、うん、それぞれ。やっぱさ、人によって違うじゃん、その自分がここかけてる部分とかさ。そう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 、だからみんながどのタイプかわかんないけど、自分に合った、やってみてほしい、ね、うん、やつを見つけれたらいいね。はいはい、まあいろんなナイトルーティンが知れたということで、はい、皆さんもぜひ参考にしてみてください。はいはい、はいはい、ということで、振り袖ティーンズでは毎回ジョイフルエリさんの素敵な可愛い振り袖を着て、新しい、トレンド情報や、はい、素敵ないろんなことにチャレンジをしております。メンバーにやってほしいことがあればコメントに書いてくれたら嬉しいです。
毎週金曜日の18時に動画公開しているので、ぜひ YouTube チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 バイバーイ。